外人じゃない。僕はフィリピン人と日本人のハーフだ。下校の時間です。忘れ物はないですか？こんな感じ。いつかここに岸本くんの小説を置くんだ。本日の紅茶はアップルティーでございます。ドッキリ。放送中に殺人事件が起こります。校長先生を殺すんです。嫌だってはっきり言えばいいのに。バカは相手にしない。え？だからバカは相手にしない。先生のお母さんは心配して病院に連れてってるみたいだけど、別にいいのにね。山崎さん、一度きちんと泣いてみませんか？僕は二人とは違うから。何が恥ずかしい？フィリピン人が恥ずかしい？嘘をついてもしょうがない。何の理由もないってのは通用しないぞ。見る時だし、あんなに迷惑かけて。けど陽子さんは悪くない。私がいるから。